家好，现在的是给我们有了许可，我们爱的是吗？大家好，我是陈静，今天也请多多关照。今日木曜日です。で、この何時間、本当に秋の最後っていう感じで、すごい、寒さも感じるようになりましたね。皆さんも服の加減気をつけてください。風邪ひかないように気をつけていきましょう。真是到了这个深秋的感觉，就最近感觉有点凉意，所以大家要注意保暖，注意这个服装衣服的这种加减，不要感冒，我们一起来注意一下，保重自己的身体。はい、それでは今日の内容は马步灾全弓步各种繰り返して練習していきます。今天的内容，马步栽拳，弓步各种反复进行训练。这是今天我们的内容。この马步栽拳，弓步各种を繰り返していくと、もちろん方言の基本方言のそういう強化練習と、そしてもちろん手のその拳法ね、在拳、そして肘法、各種のその強化も練習できます。で、今天我们的马步、在拳和弓步、各種可以就是使我们的步行进行一下强化训练，而且我们的拳法和肘法也能进行一下强化训练。その効果はやっぱり足のね、がっちりした軽量化、そしてね、この手の部分のこの動きによって筋肉の引き締め、体幹はもちろんも、その強化できますので、一緒に頑張りましょう。今天的这个动作，我们还可以就是增加腿部力量，还有咱们经过栽拳和各种的训练，可以使我们的肩部和臂部的这个肌肉进行收缩，然后我们的体干也会有一些强化性的训练。はい、それでは今日の練習を始めます。よろしくお願いいたします。好了，现在我们就进行训练，请多多关照。はい、それでは皆さんまず一回2分どうぞ見てください。现在大家先看一下我的示范动作。はい、今日の動き、马步栽拳、弓步、各种。今天的动作，马步栽拳和弓步各种。皆さん、一回見ました。大家看了一下。じゃあ、ゆっくり、皆さん一緒にやっていきます。现在大家一起来做。まず立ち姿勢、我们的站姿から一定要亭亭玉立。好，抱拳，そして手、右の手、拳、上から、そして肘曲がって下にまっすぐ再拳、で马步、左の手は胸の前に掌。そして次、各種、ね、下から、はい、右の膝の上の方向のところ、各種にして、で、右の拳は腰、そして終わってからもう一回、在拳、はい、各種、こういう感じで繰り返していきます。はい、もう一回いきますよ。我们再来一次。先、大家站好以后、抱拳、
然后右手的拳从上至下摘拳，马步摘拳，右手为掌在胸前，换弓步，然后拳由下放胸前隔肘，左手抱拳为在腰部，哎，然后从上再往下摘拳，马步摘拳，反复一下，弓步隔肘。哎，今天是我们的这个动作，今から3回一緒に繰り返して練習していきたいと思います。スピード、ゆっくりしますので大丈夫と思います。现在我们来重复三次，一起做一下。我的动作会慢一点，没关系，我们一起来试试。はい。一起抱拳。摘拳，弓步隔肘，哎，逆开，一起，逆，三开，一起，逆，哎，終わります。はい、二回、ゆっくりやりまして、次は。ちょっと、素早く一緒にやってみます。最後一回。刚才我们大家慢慢的一起练了一戏，练了一次，练了三次。然后，这次我们速度稍微敏捷一些，大家一起来做，跟着我口令一起来做啊！抱拳，摘拳，一、二，隔肘。一、二，最后一次，一、二，收。はい、今日の马步摘拳、次の弓步隔肘、ここまで練習、終わります。皆さんいかがですか？結構基本的な動きですけれども、結構体のそういう、体幹とか、そして足の蹴力も強化できますので、何よりもカンフーの基礎の動きすごい訓練できますので、もしよければ、場所も取らないので、ぜひやってみてください。今天我们的这个训练一直这样反复去训练的话，我们可以增加腿部，然后这个体干的，这个力量，然后更重要的，我们可以对我们的这个武术里面的一些基本动作进行一下强化训练，而且你看不需要太大的地方，所以希望大家有时间一定跟着这个动画这个视频来训练一下。それでは今日ありがとうございました。今天也谢谢了。はい、また明日、バイバイ、明天见、再见。